アッコドシー、アッコドシー、ACDC は、カナダの ACD システムズ社が開発した、Windows 用統合型画像管理ソフトウェア。Windows 3.1の頃から開発されており、現在のバージョンは、英語版、日本語版とも29、英語版では、シェアウェアとして発売されている。また過去には MacOS 版も発売されており、Mac びフォトフレームマネージャーでは、 マックスに対応している。基本的にエクスプローラーラークなファイル管理ウィンドウと画像ビューアの構成になっている。画像表示に関しては初期の頃から足したような画像フォーマットに対応しており、内蔵されたデコードプログラムが高速に表示することで知られていた。特に初期のバージョンの JPEG デコードプログラムはモザイクにバンドルされていた。またバージョン3からは デコードプログラムなど大半の機能をプラグイン化、足したような機能を後から追加可能にしている。英語版では追加アドインキットが販売されているほか、2G 形式のプラグインを読み込むことができるようになり、日本独自の画像フォーマットにも対応できるようになった。ユーザーインターフェースもエクスプローラーラークな形態でカスタマイズが可能。また印刷処理や、 デジタルカメラで撮影した写真画像の取り込み、管理なども容易にしやすくなっている。ペンタックス製、コニカミノルタ製のデジタルカメラ、IO データ製の USB メモリ、東芝製、ムービーカメラにもバンドルされていた。また、画像の補正も単体で可能になっている。関連商品として、画像補正、編集機能が独立、強化されたアッコドシー、フォトエディター、 デジタル一眼レフなど、ハイエンドクラスのデジタルカメラ使用する、プロフェッショナルユーザー向けに、RAW 画像の処理やノイズ除去処理などの機能を追加した、アッコドシープロ。デジタルフォトフレーム用に画像を管理、最適化、転送するアッコドシフォートフレームマネージャー、プロに、レイヤー編集機能を追加した、最上位版のアッコドシーアルティメットが発売されている。 さらに最近のトレンドであるクラウド化も取り入れ、発売中のほとんどのパッケージ及び、オンラインストレージを利用できる年間メンバーシップ、アッコドシー365も提供している。2016年3月、英語版の半年遅れで、アッコドシー19、プロ9、アルティメット9の日本語版、バージョン19.2、9.2がリリースされ、同時に利用方法が、 ソフトウェア団体の年間ライセンスとソフトウェアに加えアッコドシー365の利用権を含むいわゆるサブスクリプションの2形態となったがその後何の告知もなく一般的な単体購入も追加されたもともと本国では当初より単売りもしていたダウンロードのみでパッケージ販売は行われていない同年10月にはアッコドシー2017の名で パッケージ版が復活したバージョンそのものは9.3、19.3。日本語版の発売に関してはバージョンごとで右翼曲折をたどっている。1999年、新潟キアノテックが日本語化権を取得、当時のアッコード C322.41 を日本語化したアッコード C322.5 を発売したことが始まりとなる。その後新潟キアノテックは Windows 版をバージョン 3.1J、MAX 版をバージョン 1.0J まで発売するが2001年8月に P&A が製品販売権を取得 ACD システムズ製品の日本での日本語化発売サポートが P&A へと移ることとなった P&A からは Windows 版の 5.0J、MAX 版の 1.6J まで発売されたが ACD システムズとの代理店契約が2004年2月で満了。一方、ACD システムズは統合グラフィックソフト、キャンバスを開発し、デネバソフトウェアを買収する。このキャンバスの日本語版を開発、発売している関係から、日本ポラデジタルが ACD システムズとの日本での代理店契約を結び、アッコド C6.0J を発売した。 その後2005年9月に日本ポラデジタルとのキャンバス以外の代理店契約が切れたのに伴い ACD システムズは i4 とアッコドシーの販売契約を締結アッコドシー7からは i4 が日本での発売サポートを担当するようになり2007年4月に i4 が親会社である e フロンティアに吸収合併されたのに伴い e フロンティアが発売サポート業務を引き継いでいる 2011年には、プロ4及びプロの Mac 版が発売されるのに伴い、両製品の発売元がデジカに遺憾、同時に日本語ウェブサイトも ACD システムズが直接運営していたのもデジカに遺憾している。パッケージ版の販売とサポートは E-Frontier が継続して行っている。このような経緯もあり、さらにローカライズもカナダ本国で行っていることから、 日本語版のリリースは、英語版のバージョンアップから大きく遅れることが多く、また RAW サポートも後回しになりがちである。ただしバージョン間のプラグイン互換性が非常に高いため、自己責任で標準の画像デコーダーである IDE、アッコドスキと Apple を、英語版等から移植して、過去のバージョンで最新機種の RAW ファイルを扱うこともできる。2016年。 前述の通りメジャーバージョンアップと共に年単位のライセンス契約に変更され、さらにアッコード C365 のクラウドストレージや無償バージョンアップなどを含むサブスクリプ4として無印の19にシルバープラン、プロ級にゴールドプラン、アルティメット級にプラチナプランが用意された。海外ではそれぞれアッコー三百六十五のマネージメントプラン、フォトグラフィープラン、 アルティメットプランになる。ただし国内サイトを見ても、買い取りとソフトウェア団体の年間ライセンスと、アッコドシー365サブスクリプションの違いに関して特に説明がなく、さらに、アッコドシー365サブスクリプションのプラン名が、内外で異なることもあって利用者の混乱を招いている。現在の販売元であるジャングルも、パッケージ売りを始めるにあたって、 ダウンロード版から名称を変更したため、英語版はとっくにバージョン10、20がリリースされているので新バージョンと勘違いする既存ユーザーが相次いだ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。